どうもマルチです。今日はですね、桃色クローバー、桃黒の緑こと有安さんが、引退を表明しまして、で今度の1月21日ぐらいかな、まあ、もうほんとすぐのライブで、桃黒の緑がこう引退するっていうことでね、まあこれについてちょっと思うことと、まあ、柴田なりのアイドル論というか、なぜももクロが、落ちたのか、オワコンになったのか、みたいなことを、まあ、ちょっと僕は思うことをねお話ししたいと思います。はい。でまあね、結論から、まあ、言うと、まあ、応援しにくいよね。もうね、応援しにくくなった、これにあると思います。でまあ、ちょっと調べたんだけども、ね、ももクロってデビューしたのが2008年で、もう要は10年経ってんのよ、デビューしてから。でデビュー当時はみんなメンバーは12歳とか、13歳とかだったんだけども、もう今10年経ってみんな22歳とか、一番年齢が高いのが24歳からっていうことで、まあ、皆さんも大人なわけじゃないですか。でさらに言うと、みんなもうなんていうか成功しちゃって、まあ、メンバーそれぞれが NHK の、ドラマで、まあ、主役を張ってたり、するわけで、いやもうそうなったらね、まあ、これから芸能界でこう売れたいって、ね、売れたいと思って頑張ってる少女を応援してた人たちもね、もう成功してる人だから、これもう応援しがいがないよね、っていう感じで、まあ、年齢的にも あとまあ売れちゃったからっていうのもあって、まあもうちょっと応援する対象ではなくなったよね。うん。それこそね、一番ももクロがイケイケだった時は、打倒 AKB みたいな感じで、まあ AKB がもうめちゃめちゃ売れてる時で、まあももクロは、まあ全然売れてなくて、まあそんな中 AKB とは違って、要はその CD に握手券をつけて、こう死ぬほどこうなんかね、大量にCD を売らないとか、あとスキャンダルを起こさないみたいな感じで、こう、まあ、打倒 AKB で真面目にやってて、で、それはすごい受けた。で、受けたから売れたんだけども、まあ、AKB を超えたとまでは言わないけども、まあ、ある程度の AKB と並ぶぐらいのネームバリューがこう、出てきて、で、ある程度の成功を収めたら、もう、なんていうか、それ以上ないというか、もう目標が達成しちゃったわけだから、まあ、そこら辺からだんだんなんていうか、応援する理由がなくなってきたんじゃないのかなと、うん、思います。で、対する AKB なんだけども、いや、俺すごいね、秋元康がね、うまいなって思ったのは、AKB って、まあ、今は AKB は、まあ、その、神セブンの時代からさ、まあ、それほどまで、のその人気は維持してないとしても、でもその AKB のグループってさ、まあ、すごい未だに、まあ、トップにいるわけじゃん。それやっぱさ、秋元康がすごいのは競争を作ったっていう、だからその AKB のグループ内だけでの競争だけじゃなくて、まあ、乃木坂とか欅坂とか、まあまあ、たくさんグループ作って、そのグループ対グループを競わせるみたいな。もちろんそのその AKB のとか欅坂の中での競争もあれば、対グループみたいなの競争もあるっていうので、まあ2017年レコード大賞で、乃木坂が、インフルエンサーでレコ大を取ったのか、でそこでようやくその AKB 超えだみたいな感じで、ファンたちがさ、ここで喜ぶわけじゃないよ。でそういう感じでなんかこう打倒 AKB で、今度はね、乃木坂一番上になったら打倒乃木坂みたいな感じで、こうファンたちが応援する理由をそこに作ってる。でそれがすごいうまいと思う。だからそのもちろんファンメンバーのね、入れ替えとか新陳代謝とかもあって、まあ秋元はなんか最近ラストアイドルなんか番組やってて、まあもうそれなんかもうそのまんまだよね。こうアイドルを応援する理由をそこに作ってるみたいなのが秋元康は天才的に上手くて、でそれが、まあ、AKB とか乃木坂とか欅坂を成功させてるんだけども、桃色クローバーっていうのは対 AKB それ一本だったのよ。でその中でね、
桃色クローバーの中で、まあ、新しいメンバーが入るわけじゃなし、まあでもなんか妹分みたいなのが一時期いたけれども、やっぱ応援する対象としては応援するなんか理由がちょっと足りないというか弱かったからやっぱ当たんなかったと思うんだけど、やっぱね、ももクロはね、応援する理由がね、ほんと一つしかなかったのよ。だから、もう、勝って、上に上がっちゃったら、もう、それ止まりというか、まあ、まあ、それ以上、本当にね、それ以上って、まあ、上に行ったから、ね、これ以上上に行きようがないみたいな感じで、そこで止まって、そして、まあ、年齢とともに落ちていくみたいな、感じで。いやー、まあ、今はそれでライブの導入人数とかもだいぶ少なくて、だいたい1000人とか1500人が入る箱でしかやっぱライブできないらしいし、まあしょうがないっちゃしょうがないけどね。まあ10年、芸能界でやってきて、まあすごいなんか売れた状態で10年続けてきたことはすごいけども、やっぱこう AKB みたいに次を作れなかったっていうのはやっぱちょっとその、 次を見据えた戦略がこうなかったというかね、うまくいかなかったんじゃないかなと思いました。まあ俺の、まあ、アイディアじゃないけども、まあ、せっかくももクロって色がたくさんあってさ、なんだゴレンジャーとかさファイブマンみたいな感じでさ、ちょっとその戦隊ものっぽいわけじゃん。だからせっかくだからもう3年に1回もうメンバーもう総入れ替えで、3年経ったらとか、もう、ある程度売れたら、メンバーが総入れ替えになって、新しいレッド、新しいイエロー、新しい紫になる、みたいな、新しい緑になる、みたいな感じで、メンバー総入れ替え。で、要は、二代目、桃色クローバー、みたいな感じで、だんだん、こう、代を入れ替えていったら、ね、まあ、初代を超えろ、みたいな感じで、ファンたちもね、熱が入ったかもしんないし、まあ、ね、女の子たちも熱が入ったかもしんない、みたいな。そういうなんかね、ちょっと世代間の闘争みたいな、もしくはなんかグループ間の闘争をね、入れればね、もうちょっとうまくいったんじゃないかなと、まあまあ、僕は、思いました。はい、まあそんな感じで、はい、柴田がね、まあ僕は、まあアイドルは実はあんま興味ないんだけども、まあなんか、旗から見た、アイドルは別にそんなめちゃめちゃ ね、熱があるわけじゃない、アイドルオタクじゃない、まあ、僕の、目から見たなんか桃色クローバーのなんかこう落ちていく、まあ、理由みたいなのをね、本日はお話ししました。はい、そんな感じで、マルチでした。それでは。